まず状況は、カイルは隔離したが伝染しているかどうかは分からない。ウイルスの情報は手に入れた。これを再生できる場所は、ここは洞窟だが機材ぐらいある。ほら見てみよう。記録をするからそのまま録画しろ。了解です。なんだね、忙しいんだ。被験者に開発中のウイルスを注射しろ。何、人間相手だぞ。ああそうだ。冗談じゃない、君が言っていることは。ドクター、いいからやるんだ。殺すなら殺せ、死んだ方がマシだ。死んだら誰が治療薬を、それでもいいのか。地獄に落ちるぞ。かもな。だがこれも任務でな。ここは、シクッとするぞ。少し それでいいぞ。もう一人もだ。銃を使わず俺たちを全滅させようってか。まだ止められる。止められるだと？こんなところに遺伝学者なんていると思うか。そうだが、コールマン側にいる。あの博士が。ああ。スカウトに調べさせろ。バラードの情報が入ったら知らせてくれ。とりあえず発症者がいないかを調べた後、簡易診療所を設置して病気の対策を考える。今はそれしかできない。やれることはやろう。バラードが特効薬を作ったって。ここまで来ると自分の目で見なきゃ信じられないよ。you
しはほっとしてもいいんじゃない。すぐ手に考えなきゃ。父が死ぬ前に腕時計をくれたの。俺たち全員で考えない。こんなことになると思ってたか。無事なようだな。ギリギリな。最悪のウイルスだ。俺も初めて見る。まずいな。ああ、性病並みにな。クソ。俺の知識をもってしてもこいつは全くの専門外だ。十分役立ってる。自分じゃそう思えない。とにかく彼らを頼んだ。ああ、俺が先にやられなきゃだな。手をよく洗え。よせよ。またな。またな。